こんにちは、皆さん。今日は2025年モデルのホンダ新型 N600 について、皆さんが待ち望んでいる内容を深く掘り下げてお話ししていきます。2025年モデルのホンダ新型 N600 は、なんと3つのエンジンオプションが用意されていて、あなたのライフスタイルにぴったり合った理想的な選択肢が見つかるはずです。ホンダ N600は、1960年代後半から1970年代初頭にかけてホンダが生産した小型車で、ホンダが日本以外の市場でも確固たる地位を築く手助けをした車でもあります。このモデルは小型車がアメリカやヨーロッパの厳しい市場でも成功する可能性を証明しました。またホンダ N600 は後に登場するホンダシビックなどのコンパクトカーの先駆けとしても知られています。そして今、最新技術を取り入れて2025年モデルとして新型が登場します。新型 N600 は車業界に新しい風を吹き込むとともに、数々の驚くべき改良をもたらすことが期待されています。今日はその技術仕様や競合車との比較、市場でのポジションなどについて徹底的に分析していきます。さて、まずはエンジン性能についてです。ホンダの EV 化戦略とその新たな挑戦を見ていきましょう。2025年モデルの新型 N600 は、ユーザーの様々なニーズに応えるために、3つの異なるエンジンオプションを用意しています。それは、電動モーターを搭載した EV モデル、ガソリンエンジンモデル、そして軽ディーゼルエンジンモデルです。ホンダは、これらの選択肢を通じて、今後の自動車市場に向けた強力な一歩を踏み出し、市場の多様な要求に応えようとしています。ホンダは EV、電気自動車、化へのシフトを急速に進めており、その流れは新型 N600 にも反映されると予想されています。新型 N600 には、完全 EV モデルが登場する可能性が非常に高いです。特に、日産サクラや三菱 EK クロスなど、すでに軽自動車市場に EV 技術を導入している競合車がある中で、ホンダもその流れに乗り遅れないように EV 技術の進化を加速させています。ホンダは N600 の EV モデルで航続距離の向上と充電性能の強化を目指していると言われています。現在の軽自動車市場では特に航続距離が重要な要素であり、これを実現するためにホンダは既存の EV 技術を機にした新しい進化を追求しているんです。もし新型 N600 が EV 化される場合、ホンダの技術を踏まえた長自動機モーター PMSM が搭載されると考えられます。これはホンダ E にも搭載されているモーターで、小型で軽量なのに非常に高効率な性能を持っている。この長自動機モーターは軽自動車である N600 にとって非常に重要な特徴を持っています。軽自動車はそのコンパクトさが魅力ですが、車体が重くなると性能や航続距離に悪影響を与えるため、軽量でありながら効率の良いモーターが必須なんです。この PMSM は軽量でありながらもトルク特性が非常に優れており、スムーズな加速を実現できます。都市部での運転はストップ&ゴーが多く、そういった運転シーンでは特にスムーズな加速が重要に。さらに PMSM は静音性にも優れており、 EV ならではの静かな走行が可能です。この静かな走行性能は乗り心地を向上させ、より快適なドライブを提供します。ホンダは N600 においてスポーティさと快適性を両立させることを目指しており、特に都市部での利用を意識した設計がされていると言えるでしょう。また PMSM は非常に効率的なエネルギー変換が可能で、エネルギー損失を最小限に抑えることができます。これによりバッテリーの消費を抑えることができ、運転コストを削減することが可能になります。軽自動車市場では経済性が非常に重視されており、このような効率の良いモーターを搭載することで大きなメリットを提供できるんです。さらにホンダ E で使用されているモーターを採用することで、新たにモーターを開発するためのコストを抑えることができます。これにより N600 の価格競争力が高まり、
消費者にとっても魅力的な選択肢となるでしょう。ホンダはこれまで培ってきた技術と経験を生かし、小型車両の性能向上とコスト削減を両立させることができるため、 N600 の成功に大きく寄与することが期待されています。仮にこの技術的な進化が実現すれば、 N600 は EV 市場において競合車に対して圧倒的な競争力を持つことができるでしょう。特に日産サクラや三菱 EK クロスなどの競合車と対抗するためには、航続距離の長さや充電性能、また運転の快適さが重要になります。ホンダの新型 N600 はそれらすべてを兼ね備えた非常に魅力的なモデルになることが期待され、ただし EV 技術の発展には依然として課題があり、特に軽自動車サイズでこれらの高性能を実現するためにはさらなる革新が求められる部分もあります。新型 N600 のガソリンエンジンモデルには 660cc の直列3気筒 VTEC エンジンが搭載される予定です。このエンジンはホンダの技術力を凝縮したものといえます。低回転域では燃費を重視しつつ、高回転域では力強いパフォーマンスを発揮する特性を持っています。具体的には最高出力 53PS 7000rpm で、最大トルク 6.6kgm 4800rpm というスペックです。このスペックのおかげで都市部での軽快な走行から高速道路での安定した加速まで、様々な走行シーンで活躍することができ、競合車のスズキアルトやダイハツミライースも 660cc エンジンを搭載していますが、ホンダの VTEC 技術が提供する走行性能と燃費性能のバランスは他の車を圧倒しています。 VTEC 技術によってエンジンは効率よく動きながら、ドライバーにはスポーティで力強い走行体験を提供することができます。これが N600 の最大の特徴であり、経済性を重視するだけでなく楽しいドライブを提供することが、で軽ディーゼルエンジンって長距離を走るのにすごく良い選択肢なんです。ホンダは N600 というモデルに軽ディーゼルエンジンを搭載する予定だそうです。ディーゼルエンジンは特に長距離を走るときに経済性とパワーの両方を兼ね備えた素晴らしいエンジンなんですね。このエンジンは58馬力の出力を持っていて、最大トルクは 15.8kgm で1800回転で発揮されます。これによって高速道路を走るときや坂道を登るときに力強く走れるので、かなり快適なドライブが楽しめます。さらにディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比べて燃費が良いので、経済的にドライブしたいと思っているユーザーにはとても魅力的な選択肢です。ただホンダが軽自動車にディーゼルエンジンを採用するのは、現行の生産ラインやコストの面で大きな課題が出てくるかもしれません。特にディーゼルエンジンとモーターを組み合わせた場合、その価格は150万円を大きく超えてしまうことが予想されています。2025年モデルのホンダ N600 には3つの異なるエンジンオプションがあると予想されていますが、それぞれの価格も異なることになると思われます。まず電気自動車 EV のモデルですが、最新の EV 技術とバッテリーコストの関係から価格はおそらく350万から400万円くらいになると予想されます。次に 660cc の VTEC エンジンを搭載したガソリンモデルですが、これは技術的に成熟していて最も手頃な選択肢として150万から200万円の価格帯で販売される可能性が高いです。そしてディーゼルエンジンを搭載したモデルは燃費が良く長距離走行に適しているため、250万から300万円くらいの価格帯になると思われます。これらの価格設定は技術の複雑さや市場のニーズによって異なりますが、それぞれ異なるユーザー層に向けられることになります。ただホンダは軽自動車専用の生産ラインを持っていないので、既存の生産体制の中でコストを抑えるのはかなり難しいと考えられています。それに加えて最近の物価の上昇や材料費の高騰も影響して N600 の車体価格が高くなることが予想されています。
競合他社の EV モデルと同じか、それ以上の性能を提供するためには、技術開発と生産コストのバランスをどう取るかがホンダにとって大きな課題となるでしょう。ですので、2025年モデルの N600 が150万円くらいで販売される可能性は低いと考えられます。競争力を持ちながらコストを抑えるためには、OEM や委託生産を検討する必要があるかもしれません。また、ホンダが完全に EV 化を進めていく中で、どのような戦略を取るかが今後注目されますね。ホンダ N600 の2025年モデルのデザインは、クラシックな要素を残しつつ、現代的なラインが加わっているんですよ。特に、丸みを帯びたフォルムや特徴的なフロントグリルが印象的で、どこか懐かしい感じがしつつも、モダンなスポーティさも感じさせます。LED ヘッドライトやシャープなボディラインは、N600 のクラシックなアイデンティティを強調しつつ、今の自動車デザインにもぴったりな洗練された印象を与えてくれます。内装に目を向けると、質感の高い素材が使われていて、モダンでありながらもシンプルで洗練されたデザインが特徴です。広々としたキャビンは、軽自動車として限られたスペースを効率的に使い、ドライバーと乗客にとって快適な空間を提供しています。さらに、9インチのタッチスクリーンディスプレイを備えた最新のインフォテインメントシステムが搭載されていて、Apple CarPlay や Android Auto にも対応しています。これによって、N600 は単なるクラシックカーにとどまらず、現代のライフスタイルにもぴったり合った便利な車になっています。ホンダ N600 は、単なるリバイバルカーではなく、過去と未来が見事に融合したモデルなんです。この車は、クラシックなデザインに最新の技術を取り入れ、軽自動車市場に新しい基準を打ち立てること間違いなしです。伝統的な魅力を持ちながらも、現代的な機能や安全性、性能を兼ね備えていて、どんな世代のドライバーにもアピールできる素晴らしい車だと思います。競合車と比べてみても、N600 は走行性能、安全性、そして技術的な進化において圧倒的な優位性を持っています。特に、ディーゼルエンジンや EV モデルの選択肢は、長距離走行や経済性を重視するユーザーにとって魅力的で、あらゆるニーズに応えることができるんです。また、デザインもクラシックカー愛好者にとっては懐かしさを感じさせつつ、モダンでスポーティな印象を与えるので、幅広い層に支持されるはずです。N600 は、ただのクラシックカーではなく、現代のテクノロジーやライフスタイルにぴったり合った機能を持った車として、次世代のドライバーにも大きな魅力を持っています。スマートフォンとの連携ができるインフォテインメントシステムや、洗練された内装など、便利で快適なドライブが楽しめる要素が満載です。このホンダ N600 は、軽自動車市場において非常に特別な存在となり、その競争力と魅力で多くの人々を引きつけることでしょう。これからの時代にぴったりの車だと言えます。さて、皆さんはこの素晴らしい車についてどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。最後に、このチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました。これからも最新の自動車情報やレビューをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押していただけると、とても励みになります。さらに、コメント欄でのご質問やご意見もお待ちしています。皆さんからのフィードバックが、より良い動画作りにつながります。次回の動画もお楽しみに。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。